社って定期的に行かれてますか？行ってます。ちなみにどれぐらいの頻度で？3ヶ月に一遍です。行ってないです。2年ぐらい行ってないかもしれないです。痛くなってから行きます。そもそも歯科検診は1歳半と3歳児のほか、小中高に通う子どもに実施が義務付けられています。それ以外の人は大人も含めて対象外です。県が2016年に行った調査では、20歳以上の定期検診の受診率は 26.5% で、虫歯になったり歯周病が進んでからようやく受診する人が多いのが現状です。最終的に歯を失ってしまう可能性が上がってしまいます。また歯周病は糖尿病などの全身疾患と互いに影響し合うメカニズムが存在するとされています。歯周病は万病の元とも言われていて、糖尿病のほか誤嚥性肺炎、脳梗塞など他の病気との関連も指摘されています。厚生労働省によりますと、歯のメンテナンスができている人はできていない人に比べて消化器外科や小児科などでの入院期間が 10% 以上短いというデータもあるということです。今回骨太の方針に盛り込まれた国民皆歯科検診は、歯周病などを早期に見つけて他の病気の誘発を防ぐ狙いがあります。大切な日頃からの検診、実際に定期検診ではどんなことをしているのでしょうか。まずは歯周病のチェックです。針を使って歯と歯茎の間の溝の深さや炎症がないかなどを確認します。出血が多かったり溝が深いと歯周病が疑われるということです。このほか虫歯がないかや歯全体をチェックして、汚れがどこに溜まりやすいかなどを調べます。また検診では歯を守るために大事な歯磨きの指導も行います。磨きにくい場所への歯ブラシの当て方や磨き方のコツを教えてもらいます。こちらの病院では3ヶ月から4ヶ月に1回のペースで検診を進めています。歯科医院といえば痛い時に行って痛いことをされてしまうイメージもあると思います。治療中の痛みもほぼなく、口の中が清潔になり気持ちのいいことだと思います。痛くなくても歯科医院を受診するきっかけになることも期待します。国民皆歯科検診はすぐ実施されるわけではありませんが、歯のケアが大事なのは間違いありません。健康を維持するためにも普段からケアをしておくことが大切です。